どうも元気マンです。皆さん元気足りてますか？いや元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ素晴らしさを伝えていきたいと思います。今回は木の野菜箱というか木の箱っていうかをいくつか作っていこうかなと思います。マルシェ出店のように野菜を販売するときに、やはりやっぱ野菜が何か特別感を出すというか、まあそういうまあブランディングではないんですけど、まあそういうまあ一面も込めて、海外の野菜の販売の仕方とか海外のスーパーの野菜の売り方とかをちょっと真似していきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、こんな感じで親父が設計してくれたので、あとはこういう木を切っていくだけです。長さをまあある程度書いて切って釘打ちでやっていく感じですかね。木の束っていうかはカインズホームで購入してきました。昔おじいちゃんがリンゴやってたんで、リンゴの箱とかそういうのは掘りが深く、まあコンテナほど大きくないんですけど、コンテナぐらい掘りが深いので野菜を入れるにはちょっと深かったので、まあ大工さんとかにまあ頼むこともできたんですけど、やっぱりねコストがねかかっちゃうので、できるだけ削減していいものをまあ作っていった方が、また自分でやった方がなんていうんですかね、まあオリジナル感も出ますし、あと自分のやりたい風にまあできるので、お父さんが設計してくれた図を使ってできないと思います。お父さん作業が始まりました。まず使う鉛筆の芯を出すためにカッターでカットしていきたいと思います。小学校の頃です。親父によく教えてもらった、まあ、やり方ですね。続きまして、先ほどのペンで長さ 12m の板に線を描いていきたいと思います。この線がガタガタだと後々箱もガタガタになるので結構大事な作業です。はい、それではノコギリを使った最も重要なカッティングの作業に入りたいと思います。まずしっかりとノコギリを使って切れ目を入れていきます。その後隙間なく木と木が重なるようにまっすぐと切ります。できた。めっちゃでかくなった。こんな感じ。もうちょっと半分ぐらいが欲しいな。欲を言えばでかかったな。でかくないですよ、ちょっと。でもこのぐらいの方がいいのかな。これだったらネギ1本でもこんぐらいだと思うんだけど、ネギでもこんぐらい。3枚敷いて、でもう2枚置いて、この箱、この大きさで中に入る。貫通しない程度のやつに、あんまりやると今度でかい穴になっちゃうとまずいやつ。体重がかかってるわ。力がある程度いっぱいいると、もうちょっと体重かけるけど。OK。これで形が揃うわけだな。よし。ちょっとだいぶ上手になるな。なんとなく容量が分かったかな。行き過ぎだ。はい、できた。あ、でもちょうどいいぐらい。この粗いのはなんと思うんだけど、完成。これでも押していいの？押していいよ。それが押し方ないい、うん、押してすぐ離すんじゃなくてぐーっと押すようにして
板を。持ち方は？持ち方は上からこうやって握って両手でやり、ぐーって。なくなってきた。あ、いいよ。いい？うん。合ってるね、すぐ離しちゃダメだよ。しばらく押しないよ。まだ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 。ぐーっと押して。いいんじゃないかな。押しすぎた。ちょっとやりすぎた。あ、反対側、今度反対側。反対側うまくいく、うん。押して。はい。うん、どこ？真ん中？自分で好きにして。真ん中だな。だいたい時間分かったな。あ、いいじゃん。押すの楽しくなっちゃった。無事完成しました。いろいろ、まあ、試行錯誤を、まあ、交えながら、まあ、できることは、まあ、自分の手でできる限り作り上げて、まあ、いいものも作り、それをまた良く見せられるように、こういう形で、まあ、木の箱を今回は作りました。またね、リンキマンの野菜がもっともっとよく、まあ、見えるように、そしてもっといいものをね作っていけるように、これからもまた貪欲に頑張ってやっていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。